あらー、ああ、さすがに懲りたのか、ちゃんと一晩寝たんだね。とか、あんなにさ、こう女っ気のない世界に住んでる、家に住んでるのに、さすがにジョディのおパンツ姿を見ても全然興奮しなかったみたいですね。タイプじゃなかったのかな。それとも色気のなさすぎるパンツだったからかな。とりあえず履いて、あ、なんだよ。もう一回、あれ？おかしくない？雪男。なんだったんだ？もう、なんか、ホラー要素があるの、ほんと勘弁してほしいよね。ああ、ちょっと待って。なんかある、調べよう。これ外せ、あ、外せるんかい。ああ、カーテン代わりなのか。そうだよね。お世話になった分、ちょっとやれることだけやって。手を洗って、首筋を拭いて。あ、ちょっとニコッとした。いいね。じゃあ、出ていきましょうか。お世話になったし。ちょっとだけ部屋を物色していこう。なんか、あ、なんかあったね。手に入るもの。あ、ちょちょちょ。こいつあれだよね。本当に。ああ、ただ見るだけか。これあれじゃんっつって、誰だよ。 野球はほんとわかんないな。アメリカの選手な、カブレラとか、そのなんだろう、この地域のなんか守お守りみたいな感じのやつなのかな。ちょっとなんか着れそうな服ないのかな。洗濯に出してないからさすがにね、ボロボロになってる感じするかもしれないけど。ああ、ないね。続いてはこっちは入れなさそうだね。文字もないしね。疲れてたろ。疲れ、ああ、そうなんですよ。起こさないよう言っといた。ああ、ごめんなさい。すいません。ありがとう。だいぶ生き返った。でもちょっといろいろやらかしたんで、そろそろ出ていかなくちゃいけないんですよね。コーヒーがある。ああ、そんなおもてなしなしてくれるんですか。めちゃくちゃありがたい。すいません。じゃあ、ちょっといただきます。コーヒーを飲むとね、利尿作用はあれだけどね、朝、まあ寝起きで飲むのってあんま実はよろしくないみたいなことがあるけど、でもまあ一気に覚醒させてね、体動かすようにしとかないといけないからね。もう一杯飲もう。そう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 。まだあんのか。いや、もう十分。せめて洗うとかした方がいいと思うんだけどな。まあ、そこまでのシステムはないだろうな。さて、座るのかな？座るとかっていうアイコンは特にない。この人すごい優しいよね。名前忘れちゃった。ああ、ポールだ、ポール。もう行くのかねって。何も言わない。昨日の晩のことだそがろで。そろ行きます。一晩だけでも泊めてくれて本あ当りにあがりがととう。また会いましょう。牧場には山ほど仕事がある。しばらく泊まっていかないかねって。もう何日かここに残って。おお、手伝うかい？おお、え、生きていく金はため払えない。だが、に、寝寝ら床れとるし、食事もく食れ事るも。なら十分じゃないですか、それって。どうだね。ありがたい話ではあるけどな。じゃあぜひ。おお、あ、とどまるんだ。よし。でもこれ、息コ子リーたの部ち屋はにどうな作る業の？着がある。外で会おう。だいぶファンキーなー。あ、ええー、準備いいか？いつでも OK。なんかいきなり羊やのられて水る。やりだ。あ、できそう了解。か？思った以上に長いパートになっちゃったけどな。もしかしたら、これが後半長くなるようだったら、ちょうど区切りが良かったんで、ここでもしかしたらパート変えてるかもしれないですね。だいぶセクシーな服装だな。これでもしフォーマンボディだったとしたら、もうさすがに、なんだっけ、コニーとジェニーだっけ、もう手出してきそうだけどね。作業着があるって言うけど、作業って言うけど、どっちかというとパンクロックやってそうな感じだけどな。ヘビメタとか弾いてそう。シャイーン、シャイーンとか言いながら、イエローども乗ってるかーって、今日も俺の地獄のリ
ヘビメタの変異系がすごい。そうなるかな。やった。いや、手助けはありがたいし。あれ、これちょっと待って、手助けありがたいし、何？じゃあ弟の方はなんだ、惚れちゃったのかな。まあ気持ちはわかるよ。僕もショートカット女子の方が好きですからね。なんかそれはね、なんかね。ありがとう。うん、バスケ部だったっていうのかな。ああ、納屋から干し草を運んでくれ。長くその関わり合う女の子がそのどうしてもやっぱりショートカットの子が多くて、バスケ部の子だとロングの子がね、まあ中学生高校生だったら珍しいから。あ、走れるんだ。外に出てるけど日差しは大丈夫？まあ日陰にいるから大丈夫か。ちょっと失礼。どうも。喋りたいけど喋らないのか。私はジョディです。でも喋れない。しばらくここでお世話になることになりました。耳は聞こえてるんだろうね、きっとね。よろしくお願いします。よろしくです。いい柄ですね。すごく綺麗。せやろせやろ。これご自分で？せやれせやれ。干し草早く運ばないとポールに追い出されるんじゃねえか。大丈夫か。あ、今うなずいた。違うな。耳を聞こえなくなったのかな。いや、なわけないよね。で、干し草がどこにある。なやつだっけ。あれ、お兄ちゃんが何も言ってこないのが怖いんだよな。出てけって言っただろうっつったのに、なんでいるんだみたいな。あー、あれを干し草を上から下ろすのかな。なるほど。え、本当にそう。登ります。え、あー、やっぱりそうだ。すごいな。助けて、エイデン。え、エイデンの使い方よ。お任せあれ、お嬢様。あ、こっちからでいいの。落ち着いて、エイデン。一個でいいの。全部は必要ないんだってば。あー、そりゃそうだよな。じゃあ、一個持って。エイデンの出番がなかなかないよね。あーあー、運んで。で、みんなはお昼休憩を取ってるけど、まあ、それは働かす、てか、置かせてもらう立場としてはね、働けるだけ働く。ワンちゃん、それ日向だけど大丈夫？なあ、ジョディ。あ、はい。ランチは？オッケー、これ終わらせてからでいい？お兄ちゃん何も言ってこないのが怖いなーって。 お兄ちゃんなのか分かんないけど。でさ、あれ焼いてるけどさ、なんでその殺されてたんだろう。めっちゃ気になるな。あ、疲れてきた。干し草はどこに置いたらいいんだろう。おいおい、しっかりしっかり。 CIA だろ。その辺に置いてくれ。どの辺だ。この辺。ありがとう。いいえ、干し草も。さあ、昼だ。水分抜いたとしても、カリッカリで。あなたは？もし、重いよね。後で。まだやることがある。オッケー、また後で。随分軽いな。オッケー。ちょっとその前に、その、こう、焼いてる、その、こう、そう、これ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 。なんでこうなっちまったんだ？見れないのか？うわ、触るんだ。よし。で、こう、そうそうそう。あれ、うまくいかない。あれ、ちょっとうまくいかないぞ。いける。あ、いけるいけるいける。チュイー。さあ、どうなったんだろう。いや、ジョディ、こっちだよ。ちょっと待って、ちょっと待って。なんかすごい飛ばされてる。うわ、その飛ばされたのが一体何だったんだろうな。これはダメか。こっちはダメだね。え、ってことは、これこんな状態になってんのに息があったってこと？いや、そんなわけはないよね。何が起こったんだろうな。すごいジョディのこと気に入ってるよね。ランチランチ。昼飯昼飯。待ち遠しい待ち遠しい昼飯。こっちだよって。これでお兄さん側に座るとかかな。ああ、違った。座って。ありがとう。ありがとう。パパと決めたことだから、もう何も言わないのかな。朝には出て行けって言ったのにな。ちょっとお母さんのこと。本当におばあさんは一言も喋らないの？何年も。ああ、
ひいばあちゃんが亡くなってから喋ってないらしいよ。この人のお母さん30年か。すげえ。相当精神的ショックのあれがあったんだろうな。他のナバホ族の牧場は？ナバホ族何年か前は50くらいあったよ。今は俺たちだけ。他のやつらは怖がって。他のやつらは都会に移った。砂漠が嫌なんだろ。いや違うな、その理由じゃないな。何があったんやろな。そのすごい気になるけどな、そのストームトルーパー幽霊。昨日の夜ドア開けた時。いやその話も中でも遮られそうな気がするけどな。私見たんだ。何を？確かに外に人がいた。お前は何も見てないとか言われそうだよな。一体何のことだ？ほらやっぱりきっと夢だろ。やっぱごまかされるよね。そりゃそうだよね。じゃあ羊。羊の死体は何があったの？何も言えないのか。嵐だ。小屋から逃げ出して砂で窒息した。5人組？質問ばかりだな。だってわからないことだらけだもん。ダメ？じゃあ俺が質問する番だ。おう、どうぞ。どこから来た？ここで何してる？言いたくないだろう。だから秘密は胸にしまって。あ、エッチ。あまり詮索するな。それがここで生きていくための掟だ。じゃあな、仕事に戻る。と思ったけど、弟を一人にしたことが運の尽きだったな。弟からすべて聞き出してやろうぜ。で、何隠してるんだい？気にするなよ、ジョディ。本当はいいやつなんだぜ。兄貴も。だろうね。私が気を立たせてしまってるんだ。じゃあそろそろ戻るよ。ポールが怒る。ポールって、あ、お父さん怒るの？また後で。あんなに温厚な感じなのね。あ、身内には厳しいんだろうな。なかなかいいがたいしてるの。腕は細めだけど羨ましい胸板してる感じがするな。何やってんの私。今のジョディの目的って何なんだろう。病院から抜け出したんだよね、確かね。何したらいいか教えてください。手伝い。何やったらいい？あの、他にやることあります？いや、でも息子は何かあるかもな。ああ、了解。オッケー、わかった。だから軽いな。なんかあの、あ、わかりましたとか、なんかちょっとそういう、まあいいや。じゃあちょっと水汲んで。あ、また水持っていく系か。ふいっ。片手でやるんだ、ね、これ井戸水なのかな。手洗うんか。あ、で飲むのね、あなたも。でそれを羊に与えると、まあ適度にね、これだけひでりがあったらね、黒焦げになっちゃうけど。持っていかないのか。あれ、全然予想が外れたな。じゃあちょっと何手伝ったらいいから教えてもらいに行きましょう。何手伝ったらいい？ジェイのところに行こう。ジェイか。あ、ジェイだ、ジェイ。高慢で頑固、しかも協調性がない。やってみてもいい？馬を扱ったことは？あれあったっけ？ない。あ、ないか。あれ、馬に乗るの好きにしろ。なんかなかったっけ？こいつはアシュキだ。アシュキね。ジェイか。ジェイとコリン。あれ、なんて弟の名前。お手並み拝見って。こんにちは、アシュキ。怖がらないで、近づいてもいい？近づくよ。スニーキングミッション。でもこれで近づいて。大丈夫。あ、ちょ、いい子だね。ちょ待って。急に真上を見上げないで。エイデンの力借りなさそうだね。これを乗ることができたら、ジェイもちょっと一目置いてくれる感じじゃないかなと思ったんだけど、無理だね。へっ、無理じゃねえか。ゆっくりゆっくり手を差し伸べて。あ、これでちょっとゆっくり近づく。なんかあるかな。あー、これは馬っちだね。アシュキ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 、さあ僕と仲良くしようよ。仲間だろ。警戒しなくていいよ。おいでこっちに。さあ一緒に遊ぼうじゃないか。そら、友達だ
だろ。そう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 、おとなしくおとなしく、そう、この距離感が大事。ほら、ほら、落ち着いて落ち着いて落ち着いて、ほら、アシキ、そう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 、悪くないでしょ、ね。女がいる生活もいいもんだろ。私のこと気に入った？ああ、女だからな。久々の女だぜ。馬に乗ってみたくない？エイデンが乗る。あ、もしかしてこの子乗っとるの？あ、乗ってみたくない。ああ、そういうこと、乗っとっちゃった。囲いに連れてって。囲いに連れていく。囲い、ちょっとその前に、ご主人様、ご主人様、何も言ってくれないの？隣の塀に囲いができたってね。ああ、終わった。戻ったらいい。どうやったんだ？それは企業秘密。知りたかったらあなたもあの幽霊のことを教えることね。少し見直したよ。ありがとう。これで出ていかなくていい？あの若者を浴びたかったら、納屋の裏だ。マジっすか？レディーファースト。どうもありがとう。でもその前にちょっと弟くんの手伝いもするよ。だってあなたたち覗いてきそうじゃない。でも私貧相よ、大丈夫？あれ？ヘイ、ヘイ。手伝うことな。ああ、やっぱでも細いっつってもいい腕してるな。三頭筋がね、ちゃんとはっきりとしてたからね。三頭筋最近鍛えられてないんだよな。二頭筋はね、なんか半月前くらいに出た、何だったっけ、あの横川さんと、あの、筋肉くんがやったやつ、あれ試してめっちゃきつい。うん。まあ、家にマックスあるのが20キロくらいのあれだから、それしかできないけど、それでもきつい。うん、5セットとか限界だな。昨日と同じおパンツなんだよな。さすがにあれは見えないよね。はあ、これエイデンになってさ、ちょっともうちょっと上からとかできなかったりするかな。あ、なるほどね。引いてる間はちゃんと出てくるあれなんだ。さあ、皆さん、本日2回目のお色気シーンでございます。あ、でもこれさすがにちょっとパート長いから、2つに分けてるわ。2パート。わー、弟を覗きに来てないかな。お色気シーン、あれちょっとお色気シーンはいいんだけどさ、エディになれないか。おお、覗いてきてるやつおる。しかもこいつ完全男やん。いや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 、やっぱ覗…え、なんか書いてる。クロウ、違う、クラウン、ネズミ。え、どういうこと？それでそいつ走り去ってさ、二度と現れなかったって。こういう張り切って喋るやつの話って本当に面白くないっていう印象がある。偏見だけどさ、どうなんだろう。さあ、寝る時間だ。何が起きてるの？なんで家中鍵をかけるのよ。部屋に戻るんだ、ジョディ。ここだけは何があっても出てきちゃダメだ。触れちゃいけないサンクチュアリなんだ。昨日の羊のような危険な目に遭わせたくない。しつこく行きましょう。教えてよ、ポール。教えてポール。とにかく部屋に行きなさい。いや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 。教えてポール。どうせ何もできない。いやいや。CIA とエイデンを舐めちゃ困る。あの CIA を過信しすぎかな。あのルパンの新作で出てきてる CIA たちはなんかすごいポンコツの集まりな気がするからな。ジョディが特殊すぎるだけで、うん、あ、なんか今右下にあれが出てきた気がする。なんか自動セーブポイントみたいな。息子たちは、息子たちまた怯えてる。あ、てか外出れん、外見えちゃってまずいんじゃないか。で、ああ、もう長男はもうラレックスで、パパはうつ状態。
で、多分あのお母さん寝てるんだろうね。てかこっちの向きで行っていいのかな。で、あ、ちょ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 、そっち行きましょう。ちょっとシャツも洗えてんのかな。めーめー言うとる。ああ、羊がいるもんね。やっぱり外に出ようとすると、いる？何してるんだとはならないか。おお。わあ、寒いな、さすがに。氷点下なのかな、この季節も。どうなんだろう。服の揺れ具合がいい感じだけど、砂嵐がすげえ。どうしたらいいんだろう、これ。どこ向かってた？羊のところとか。あ、なんかある、なんかある。寒いのはわかるけど、ちょっと行ってほしい、そっち。そう、これ何？あー、岩陰に隠れて何が起こるか見、あー！ハブナプトラーですか？そういうことか。完全にハブナプトラやん、これ。イモホテップ出てきたよ。大きな口開けて、うわーってやってくる。何もできないね、これね。こいつら何？ハブナプトラ VS、ハブナプトラ&イモホテップじゃなくて、あれだ、ストームトルーパー。いやー、ちょっと待って。おー、そっかそっか。久々のアクションだったから。おー、久々のアクションだから、ちょっと、むずい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 。急げ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 。ほっ、あ、いた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 。下。これほんとどっちに避けたらいいかがわからないんだよな、これな。なんかなんか納屋入って、鍵かけて、この納屋いいのか、この場所で。とりあえず中に入って、うわ、いいのか、危ねえ。何これ、避けて。何何何何。おお、下下下下下下。気づかないように気づかないように。もともとの画面が暗いから、スローモーションになってもすごい分かりにくい。外に 出されちゃった。ああ、小屋持ってかれた。後でポールに怒られる。ちょ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 、やばい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 。エロ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 。捕まない捕まない捕まない。え、とりあえずはし、何、走って走って逃げる、走って逃げる、走って逃げるよ。避ける。これ、朝起きたらこれ何事もなかったことになる、なるのかな。ちょっと待って。おっ、避けて、避けて、下、危ね、左からの、どうした、あー、掴まれた。あす、エイデン、なんとか、これエイデンなんか助けられるのか、いけるか、エイデン。おお、なんとかなるか。あー、エクスペクトパトローナーム。おお、助かった。こいつらは何。あ、今度なんか急に儀式が始まったぞ。やばい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 。エイデン、エイデン助けて。違う、こいつら守る、もしかして。ま、魔物じゃねえ、守り人なのか、実は。あ、違うね、消えたね。あんなのと毎晩戦ってたの、それはやっぱり。ジョディ、中にいろと言っただろう。死にたいのか。何が起きてるの。君らもよう出てこれたの。だから言っただろう、中にいろと。お前もその格好で出てきたのか。ごまかさないで教えて。いい加減本当のこと言ってよ。まだ2日目ですけどね。エイツォだ。エイツォ、あれはただ血を流したがってる。どういうこと。手の打ちようがない。相手はレイコンだ。ああ、エイデンの仲間みたいなもんですね。レイはこの世の住人じゃない。何か理由があるはず。